楽曲解説、アルバム「オフ・ザ・ロック」から、5曲目「ギター・キッズ・ラプソディ」。この曲、もともとだから松本さんが、なんか割とこういうなんかビーズの基本的なデジタル16ビート、なんかダンスビートみたいな感じ、そういうふうなものがまあ基本だったんですけども、その中でだからその割とこうディストーションギターなんだけどもロックじゃないぞみたいな、そういうふうな感じで始めてるんですけども、アルバムの中で1曲だけなんかこういうふうななんかミディアムの8ビートを入れといた方がいいんだと。でそうすると後にデジタルビートとかその辺16ビートとかのブームが去った時もだからそっちに移行できるっていう、それまで全然やってなかったのに突然そうなったっていうとなんかちょっと裏切りっぽくなるじゃないですか。なんだけども1曲だけやっとけば、あ、なんかこっちにシフトしたんだなみたいな風になるからっていう風な意味なのかな、よくわかんないです。そこまでは言ってなかったんですけども、そのこういう風な8ビートのミディアムの曲を1曲入れといた方がいいんだよって小室さんに言われたっていう、小室さんが言ってたからこういうのも入れるとかって言って、で、こういう風な曲をやったってのが、これがだから最初ですよね、確か。ファーストにはないもんね。こういう風なのね、あんのかな、よくわかんないけど。じゃーん、じゃーん。頭がまあ、今、イントロから A メロの辺を聞いてたんですけども、頭がこう、ギターのメロディーでなぞって、それをだからダビングする前に、もともとはそこがない状態の時に、じゃーん、じゃーんだけ入れてるんですよね。僕、ブラスで、じゃーん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 、かな。なんかそうそう、でそれでそれがだから当然だからサビも全部そのパターン、まあ頭サビの頭を明るくしようっていう90年代の常套手段だったりするんですけども、その方針でやってるんで、これがそういう風な感じになってます。このなんかチャンチャンキャンキャタンチャンチャンスタタタタチャンキャンキャタンカンカン、なんかふわり違うと思うけども、このシーケンスを入れた時かな、入れた瞬間に松本さん隣に座ってて、なんか、これ入れてこうやってパンってこうやって再生した時にこうやって、ポンってこうやって叩いて、これこれみたいな感じになんか言われた覚えがある。僕の中ではだからこれ、まあ一番最初に、それこそだから当時のなかなか通信状態の悪かったハイヤーセルフから、当然のようにこれを降りてきてたんですけども、なんかそこまでできるっていうかな、こういう風なことまでできるって、こういう普通のミディアムの8ビートとかだとやっぱ普通になんかロックにしてしまうところを、ここもだからデジタルビートに変えてしまったっていうところ、心が驚いたのかな、なんか明らかに若干驚いてくれたみたいな部分があったりとかして、まあそうやってなんかどんどんなんか信頼関係が構築されてたんでしょうね、きっとね。あ、そんな感じですね。だからそれもなんかなんとなく覚えてますね。初期の頃はね、なんかもうそういう風ないろいろ思い出すことはありますね。またなんかいろいろ質問していただけるとまた思い出すこといっぱいあるかもしれないんで、ぜひよろしくお願いします。で、また A メロでまたいつものようにボイス入れてますよね。コーラスがないからボイス入れとけっていう世界ですけどね。まあでも最近僕の定番では B メロボイスっていうのがあるんですけどもね、まだそういう風にはなってないみたいですね。この曲ずっとアコースティックギターの8ビートのストロークがずっと入ってるんですけども、この頃松本さんものすごくアコギ不得意で、エンジニアの野村さんが松本アコギ下手だなーとかつって、まあエレキギターとのもうギャップがすごいなみたいな意味で言ったんだと思うんですけども、その後だから本当めちゃくちゃ練習してめちゃくちゃ上手くなってますけどね、本当にもう 1,2 年の間でなんか最初もこれ入ってるんですけど、ほとんど聞こえないっていう。下手な音って、レンジ狭いから、聞こえないんですよね。なんか下手だから大きくできないっていうよりも、大きくするとなんかでかすぎるし、小さくすると聞こえないっていう。そういう風になるんですよ。いや、特にだから周りの音がめちゃくちゃいいから、そうすると、なかなか抜けてこないっていうのがあって、だから全然、いくら EQ してもっていう。まあね、それはだから、ランのアルバム。あのアルバムが全部田中一光君が叩いてるんですけども。で、その前後っていうのは青山さんが叩いてて。なんでそこの音色の違いっていうのは如実に分かる方は分かると思うんですよね。分かる方はっていうかね、割と分かりやすいと思う。だから、音色全然違うよって、抜けが全然違うよっていう風な意味で言われて聞いたら、全然違いますね、みたいなのがあって。結局、同じエンジニアの野村さんがやって、で、青山さんみたいな音に、やっぱりしたいじゃないですか。ずっとだからビーズってそうだから。で、そうするとそれをやるんだけど、けどもやっぱり一国の人とはそうならないって、いくらやってもならないっていう、そういう別にだからそれはもう一国もだからそうなんですよって認めるというか、それはもうだから当たり前というか、みんなそうなんですよね。だから青山さんなんで普通は一国なんですよ。なんで青山さんみたいな人がだからもう本当にちょっと山木さんとか本当にちょっとしかいないぞっていうだけの話なんですけどね。だからまあそのスタジオミュージシャンってのとツアーミュージシャンっていうのが、だからやっぱりツアーミュージシャンやって普通にプロの人でも、やっぱりスタジオとかだとあんまり使ってもらえないっていうのは、そういうふうな部分があったりとかは、まあ、どうしてもしますね、なんか。もうそれもだから基本はなんかショットの
スピードなんですけどね、そこの問題なんですよね。でもそれ分かったところでね、だからできる人はできるし、できない人はできないっていうね、ね、何なんでしょうねって感じですけど、まあそれはだからもうドラムに限らず。で、今 B メロの辺を聞いてたんですけども、基本的に申請環境は何も変えてないですね。ベーシックのシーケンスと、ボイスが入ってるってやつで。で、ギターでクリーン入れて、アルペジオ入れてくれたりとか、なんかそういう風な部分でなんかいろいろ変化をつけてもらってますね。きっとだから、あえてなんかいろいろやんなくて、なんかギターでなんかやるんだろうなと思ってやってたっていう風なことだったと思います。確かそんな気がします。で、今、1サビ聞き終わった後なんですけども、なんかまた近づけしてますね。これ、全然違うキーだから結構歌うの難しいんだけど、まあでも、ダーテンニアゼゴブだから、一拍目があるからそれを聞けば歌えるのか。まあでも絶対音感持ってる人とかも簡単に歌えるんですけど、僕みたいな相対音感の人は歌えないんで、だから、コマチエンジェルとかの2A の頭って僕音取れないんですよね。一生懸命考えないと。で、これあれですね、なんか、今2サビ終わったとこ聞いてたんですけども、間奏、コード進行違いますね。これ誰がかん、どっちが考えたんだっけな、よくわかんないけど、僕が考えたような気もしますけどね。曲の中にないパターンですよね。基本的には松本さんの曲って、まあ構成譜とかが最初にあったりするんですけど、曲の部品を使い回すっていう、使い回すっていうよりもね、そっちの方がなんか曲の印象がイメージしやすいっていうことでそういう風にしてるんだと思うんですけども、またなんかアレンジャーとしてそれがつまんなくなって、なんかちょっと変えたくなったみたいな、松本さんもまあこれはそれでいいかみたいな感じなんでしょうね、きっと。で、なんか基本的にベーシックのコードがボイスからサビと、だからその間奏は DX のディケイドライブっていう僕の作った音色になってますね。まあね、ここのね、B メロ戻ったとこ、間奏から B メロ戻ったとことか、この譲れないものは一つ持つことが本当の自由だとかね、ねえ、稲葉くんの歌詞、本当この頃は特に神ですよね、なんか。こういうね、なんか人生の真理を含んでる歌詞はヒットするっていうのが僕の持論なんですけども。ね、束縛されないことが自由じゃない。なんかね、不快ですよね。まあ大体すごいアーティストってみんなそうなんですけども、それこそラッドウィンプスとかヨルシカとか、もうみんなそうだ。もう本当にそうだしよ。みんなすごいなーっていうか、やっぱ売れる人はすごいなーって、そういうところですごく思ったりします。で、まあ、B メロも取ったとこから、まあ、大サビってやつ。この頃大サビって言わなかったですけども、いつから言うようになったのかな？なんか、15年ぐらい前かな？20年ぐらい前なのかな？なんか、最後のサビのことを大サビって言うようになってるんですよね。昔もなんかね、D メロのこと、だからこう ABC やって、それ以外になんか D メロのことを大サビって僕は言ってたんですけどね、なんか意味が違うぞとかと思って、で、割と僕ってそれをだから、周りに合わせるタイプなんで、っていうか、だから、若い人に合わせるタイプなんで、嫌 な感じだよね、なんか で、この若干打ちサビから通常営業に戻るところのダー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 ってとこ。こことかは松本さんが考えたのかなような気がします。なんか僕じゃないような気がする。っていうか、ここオケヒット入ってないんだね。これなんか別のバージョンあります？なんか僕絶対ここガン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 ってなんかオケヒット入れて、なんか僕のイメージの中ではここオケヒット鳴ってるんだけど、きっと別のバージョンありますよね。なんかで、それはオケヒット入ってますよね。わかんないです。なんか知ってるっていうか、知ってる方いっぱいおられると思うんで教えてください。よろしくお願いします。あ、この曲もなんかフェードアウトなんですよ。割とこの頃フェードアウトいっぱいありますね。ギターキッズラプソディ、そんな感じですね。じゃあまたコメントご質問お寄せください。よろしくお願いします。ありがとうございます。